さんんこにちはよいよんでます今回ジャンコチャポケモンレジェンズアルセスはいということでですねポケモンシリーズ最新作ポケモンレジェンズアルセスというものがね、えー、新しく発売しましたアルセスポケモンレジェンズっていうねまあなんかね新しいんですよ アクションと RPG が融合した新しいポケットモンスターということでねまあ今までのポケモンとは全く違う新しいポケモンがね出たということで今回こちらを購入しましたそしてまあポケモンなんでね例のごとくポケモンセンターで購入しましたんでポケモンセンターで購入した特典なんかもねこちらありますんで一緒にこちらも見ていきましょうじゃあまずはですねこちらのカセットの方からいきましょうかおっちゃんポケモンレジェンスアルセウスとはい ポケモンの生態を記録し、初めての図鑑を作る。隠れる狙う。避ける投げる。バトルアクションで捕獲に挑め。世界の全てを生み出したと言われるアルセウス。ということでね。まあもう、ハンみたいな、モーハンみたいなグラフィックと視点で、えー、ポケモンと戦うっていうね。もう全く新しいポケモンですね、本当に。ポケモンレジェンズでアルセウスって名前なんで、まあ、もしかしたらポケモンレジェンズ、ホーウとかね。 ポケモンレジェンズ、スイ君とかね。なんかそういった新しいね、このシリーズがヒットすれば、もうそういうのも出てく、アルセース以外も出てくるんではないでしょうかね。ということでまあ、ポケモンレジェンズ第1作と言うべきなんでしょうか。アルセース。では開封していきましょう。オーブンじゃんおーい はい、まず早期購入特典として、呪い狐の面と、えー、着物セットガーディが受け取れます。はい、そしてさらに、ダイパリメイクもやってればダークライももらえるし、剣立てもやってればシェイミーももらえると。で、ピカブイもやってたら、ピカブイのお面ももらえると。まあ、いろいろあるみたいですね。はい、そしてこちらはまあ、例の広告ですね。はい、そしてソフトケースの裏は、なんだか、マップになってるんですかね。翡翠地方って言ったんだっけ今回の舞台が。そちらのマップですかね。そして、こちらが、 今回のポケモンレジェンズアルセウスのカセットになります。ほう、いいですね。はい。さあ、こちらがポケモンレジェンズアルセウス本体でした。さあ、さあ、そして、え得点特典の方を見ていきましょう。まずは、こんなクリアファイルに入って、こちら。 アルセウス V ポケモンカードのアルセウスが入ってますめちゃくちゃキラキラしてますね、まあ、ポケモンカードも最近人気も増してますからね、えー、こちらなかなか価値が高いものなんじゃないでしょうかねさあそしてこちら開けていきましょうはいじゃんポケモンレジェンスアルセウスアートブックということでまあいつも通りねポケモンのアートブックが今回こちらもついてきましたポケモンレジェンスアルセウスアルセウスポケモンセンターと おぉ、めっちゃこれ、表紙、キラキラしてるわ。はい。じゃあ、ちょっとね、中身、ほんの少し見ていきましょうか。どんな感じか、ということで。おはい、表紙絵ですね。こんな感じですね。最初のポケモンがこいつらですからね、今回。もなかなか面白いですよね。そして、アルセウス、ということで。あはい、翡翠の姿みたいなね、そういったものも、こう、いろいろあるわけですから。はい。あとは、設定資料集的なものですね。 まあこちら後でじっくり読みたいかなと思います。はい、ということで今回はね、こちらポケモンレジェンズアルセウスのね、えー、開封でした。こちらの新しいポケモンに来たいですね。はい、ということでじゃ今回はこれで終わりにしたいと思います。デーナさん、せの